農業情報コーナーの時間となりました。京都府南丹農業改良普及センターの池田です。6月に入り梅雨の時期を迎えました。近年は地球温暖化の影響で気象の変動が激しく、以前では考えられないような豪雨や長雨などに見舞われます。長雨や大雨の後で畑に水が溜まった状態にならないように対策が大切です。今日の農業情報コーナーは大雨対策と畑の排水対策についてお送りします。こちらは去年7月に京丹波町を襲った豪雨の様子です。河川が氾濫し、営農努力を超えるレベルの災害となりました。今年も同じような豪雨、さらに激しい雨が降らないとは限りません。もし被害に遭ったとしても、これからお伝えすることをきちんと行ってもらい、災害を最小限に抑えられるようにしてください。大雨の後は作物に病気が多発します。畑の作物が強い雨に叩かれたり、泥水に浸かったりすると、作物の葉や茎が傷み、病原菌が入り病気にかかることが多くなります。雨が止んだ後、作物が乾いたらすぐに泥を洗い流すようにすることと、殺菌剤を散布することが大切です。薬剤は殺菌類に効く導水和剤が有効です。豪雨の後、用水の入水口や排水口にゴミや枯れ草がたまる場合があります。たまったゴミや枯れ草は畑の排水や水田への入水の妨げになります。たまった枯れ草や落ち葉、泥はしっかり取り除くようにしましょう。また水筒は穂が出る間近で水が切れると大変です。確実に水が行き渡るように注意してください。近年大雨による河川が氾濫し、獣害柵が倒壊する被害が各地で見られました。獣害柵が倒壊したままになっていると、農作物が無防備の状態になるので、早期に復旧が必要です。恒久的な金網柵の破損の場合は簡単には復旧ができませんので、電気柵など短期間で設置できる方法を検討されることをお勧めします。さて、このような大雨から作物を守るために畑の排水対策が大切となってきます。排水対策の基本は排水溝と額縁溝です。排水溝は畑に溜まった雨水などの余分な水分を外の水路に流し出すための溝で、作物を栽培する畑では必ず設置が必要です。畝の一番高い面より15センチ以上の深い溝を掘りましょう。また畑の外周につける溝が額縁溝です。額縁溝を深く掘ることで、のり面から流れ出してきた水が畑の中に侵入するのを防ぎ、排水口に排水する効果があります。排水溝と額縁溝が交わるところはきちんとつなぐことが大事なポイントです。畝が長いときは畝の途中に直行する溝をつけます。大雨に備えて排水口を複数設けたり、排水口の手前の溝を広く深くしたりすることにより、短時間で畑の水を抜くことができます。畝と畝の間にある土は必ず取り除くようにして、水が流れるようにしてください。
また畝も高畝にすることで根の環境を良くしましょう。そして排水対策にとても大切なことがあります。それは雨が降った直後は畑で水が溜まりやすい場所などが分かります。雨の後は畑に排水不良の場所がないか観察していただき、対応できるところはクワを使って水を抜いておくことが大切です。これから畑で作物の栽培を始められる方も、すでに栽培をされている方も、今からできる排水対策をしっかり行っていただき、これからの大雨や豪雨にしっかり備えていきましょう。以上、農業情報コーナーでした。